はい、メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介していきたいと思います。今日のブログはこちらです。よいしょ。はい、スピリチュアルと言われている世界でよく聞くことについて斉藤の考えが書いてあります。よかったらお読みください。心に無理をしないと書きましたが、やっぱりですね、自分の心に素直になることってとっても大事なことだと感じます。その方がストレスもないですしね、いいことも嫌なことももちろん TPO に合わせてということは大事なんですけども、素直に表現できるといいなと思います。それでは